逆にあんの。いや、なんでやねん。もう試合終わった瞬間にこれ食べる、あれ食べる、結構バカ食いするから、ね、サッカーを始めた理由は何ですか。実はよく分かんなくて覚えてないんですけど、おそらくそうなんです。前置きが長い。オフの日はすいません、ひたすら家にいました。バイ、せーの、やる。これ私の謎扱い。もうちょい化けさせてから取ってくんな。純粋にやっぱ負けたくないっていうのはあります。まあなぜならやっぱプロになって、まあ、結果が全てやし、やっぱ結果出さないとまあ普通に応援してくれないよなって思うから、まず結果を出したい。これはもうマジで負けたくねえ。そのスピードですね。ちっちゃい頃からすごい負けず嫌いだったから、運動会とかも絶対1位取りたかったし、目の前の相手には絶対負けられない。負けたいなんて思う人ないもん。いませんよ。試合もそうだけど、負けるっていう言葉が嫌い。点取れる選手になりたい。なんかサッカーって知れば知るほど奥深いなって思う、うん、ホームの時の応援の力ってやっぱり半端ないね。その声で自分も盛り上がるみたいな、めっちゃ頑張ろう、めっちゃ走ろうっていう力になる。